はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、おすすめプリペイドカード2020年最新版、審査なし無料で持てるキャッシュレス生活には便利なカードを3つ紹介ということで、この動画では僕のおすすめのプリペイドカード3つについて紹介をしていこうと思います。まあ以前もですね、少し似た動画を作ったことがあるんですが、まあその時と比較して色々とちょっと変わっているところもあるので、それも含めて最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう それでは早速、もう一枚目から入っていこうと思うんですけども、こちらからですね。じゃんということで、こちらのカードですね。こちらのカードは、ビザプリペというようなプリペイドカードとなっております。発行会社に関しては、三井住友カードから発行されているというものになっております。カードの圏面からですね、早速見ていこうと思うんですけども、まずはご覧のように IC チップが入っているので、まあサインなしでも決済ができると、あとはここ最近のカードのトレンドでもなりつつある、このタッチ決済の扇形のマークが入っているというような感じですかね。まあ本当 件名に関してはめちゃくちゃシンプルです。でですね、まあ、先ほど紹介したビザプリペに関しては、実はですね、まあ、以前動画でも紹介したことあるんですけども、このカードですね、すでにもうデザインがリニューアルされてまして、今出てるようなデザインが現行のモデルとなります。なので、まあ、普通にね、今から発行される方に関しては、このカードのタイプとなります。まあ、一言言えるのは、本当に今出てる三井住友カードのクレジットカードの、まあ、ちょっと色が違うバージョンというような感じにはなりますね。 ま、それにしても結構かっこいいデザインですよね、こう見たら。 で、実際のこのカードの中身に入っていこうと思うんですけども、まあ、ざっとこんな感じとなっております。で、このビザプリペの特徴の、僕としてはここがまず注目かなと思うのが、年齢が6歳以上、小学生以上から作ることができるというのな特徴的ですね。なので、まあ、若い頃からですね、もうキャッシュレス生活取り組んでみたいなっていう方であれば、まあ、全然このカードを持つのも全然ありだなという感じですね。で、還元率に関しましては0.25%で、翌月10日に加算ということなんですけども、これは加算というのは、 実際にキャッシュバックのような形になりますなので普通に決済したら0.25%のキャッシュバックとして戻ってくるとまあ還元率は基本的にちょっと少ないですけどもまあないよりかは全然いいかなと思いますねあと発行手数料が無料で年会費も無料そしてタッチ決済も可能なのでビザのタッチ決済可能な加盟店であれば使うことができますマクドナルドとかローソンとかですねあとは Google Pay ですとか Apple Pay にも対応しているのでまあお持ちのスマートフォンと連携も可能あと何と言ってもこれですよね 3D セキュア対応という 本当に若い頃からこういったキャッシュレスに取り組む一つの安心材料としてはこの 3D セキュアが対応してるっていうのはかなりの強みなのかなと思います。 なので、もしですね、初めてキャッシュレス決済にちょっとやってみたいなっていう方とかいらっしゃれば、全然このビザプリペ使ってもいいと思いますし、もしくはご家族の方でお子さんがちょっとキャッシュレス決済使ってみたいっていう方がいらっしゃっても、このビザプリペ結構お勧めできるんじゃないかなというふうに思います。以上がビザプリペについてでした。それでは次は2枚目ですね。じゃんということで、まあ何度かですね、僕の動画でも紹介したことがあるカードですね。そうです。D カードプリペードですね。いやー、このカード本当に便利がいいんですよね。でこちらも発行会社が ズもカードから発行されているカードとなりますカードの決面の特徴としたら全体的にこう黄色な感じでカード単体で ID 決済ができるようになっております。あとはマスターカードのブランドとなっているのでマスターカード利用可能なところであれば利用できるということですね。あとは先ほどのビザプリペイと比較してわかると思うんですけども IC チップが入ってないんですよね。なのでまあ場所によっては決済した時にサイン求められる場合もあるかもしれないです。それではこのカードのですね中身に入っていこうと思うんですけどもこの D カードプリペイド作 作成できる年齢に関しましては12歳以上中学生以上の方であれば作成が可能となりますなので先ほどのビザプリペはかなり若い時から作れるんですけどもこれは12歳以上というような制限がありますね次に還元率に関しましては0.5%これは D ポイントとして還元がされますあとは発行手数料が無料であったりとか年会費も無料ですねそしてこちらですね特徴としたら松本清与を利用したら最大で3.5%ポイントが貯まったりですとかローソンでこの D カードプリペイドを 利用した場合は最大で4.5%お得になりま,すまあ、ちょっと詳細に関しては省くんですけども、まあ、本当に D カードプリペイドの魅力的なところは、まあ、ここは結構強いのかなと思います。あと、ここですよね。Apple p a y に対応して 3D セキュアに対応しているということになりますね。まだちょっと Google p Pay には対応してなくて、以前ですね、3D セキュアに関しては対応してなかったということだったんですけども、まあ、去年あたりぐらいからこのカードも 3D セキュアに対応したので、これもまあ、一つの安心材料になりますね。そして、ここも魅力的です。D ポイントで チャージ可能、かっこ通常ということなんです。これどういうことかというと、普通にドコモの D ポイントがあると思うんですが、これはまあ普通の通常の D ポイントであれば、この D カードプリペイドにチャージして、まあ1ポイント1円として使うことができるんですけども、 D ポイントの期間用途限定に関してはチャージができないので、ここをお気をつけください。なので、もしですね、マスターカード使えるとこであったりとか、ID 決済使えるとこであれば、普通に D ポイントをこ,れこのカードにチャージすれば、まあ、かなり幅広く使えるなという感じですね。以上が D カードプリペイドについてでした。それでは最後、3枚目ですね。行ってみましょう。 じゃんということで、もうこちらもですね、何度か動画で紹介させていただいたことがあります。Visa プリペイドカード、お馴染みのキャッシュですね。こちらも懸命に関して少し入っていこうと思うんですけども、こちらのキャッシュに関しては、以前はなかったんですけども、今回から IC チップが搭載されてます。あとはタッチ決済が可能となっておりますので、Visa のタッチ決済加盟店であれば利用可能ということですね。ここに Visa のロゴがあるということで、あとはカードの裏面にカード番号であったりとか、有効期限であったりとか、あとは自分の名前が入っているようにな なっておりますなので、本当にね、シンプルかつかっこいいデザインになりましたね、以前と比べて。キャッシュの中身に入っていこうと思うんですけども、まあ、以前のですね、キャッシュカードライトという青のカードも今もあるんですが、もう今ですと僕の、僕はもうこちらのカードをですね、持ってるので、ここをもうメインにしてお伝えします。まずこのキャッシュなんですけども、年齢制限なしで誰でも作ることができます。あとなんといってもこれですよね、還元率1%ということで、本当に普通のクレジットカードもね、大体1%還元多い中で、まさかのプリペイドカードで 1%, 1還元を出してくるとといいうのののがまあかかなななりここキャッシュの魅力的なところかなと思いますそして、ここもありますね。発行手数料900円。年会費無料ということで、従来のキャッシュに関しても、発行手数料が300円かかるところなんですが、まあ、今のね、この出てるキャッシュに関しては、手数料が900円かかるようになっております。あとは、ここですよね。Visa マスターのクレジットカードと連携可能特典20ドリということなんですけども、普通に還元率1%もかなり魅力的なんですが、このキャッシュを使うことによって、 ご自身が持っているビザカードであったりとか、マスターカードのクレジットカードを連携すれば、 キャッシュの特典ももらって、クレジットカードの特典も,もらうことができるっていう、かなり利便性の高いカードとなってるので、まあ、使い方によってはかなりポイントが貯まるようなカードの一つですね。そして、クイックペイプラスに対応、アップルペイグーグルペイということで、以前はね、グーグルペイにも対応してて、なおかつ、ちょっとポイント還元があっていうのもあったんですけども、今はアップルペイで決済しても、グーグルペイで決済しても、ちゃんとキャッシュのポイント還元を受けることができます。あとは 3D セキュアに関してはまだ未対応ということですので、まあ、今後対応してほしいなというのもあり ありますね。これが対応すればね、かなりまあ安心にもつながれますし、あとは 3D セキュアが対応してないと使えないというところもあったりするので、まあ、これが対応すれば、まあさらにま使える場所が増えてくるかなと思います。以上がこのキャッシュについてでした。でですね、ちょっと詳細は省くんですけども、まあ、ちょくちょくですね、僕の動画でもコメントをいただいてまして、他にもプリペイドカードであればソフトバンクカードであったりとか、AU ペイカード、まあ今で言うと AU ウォレットカードになるんですかね。 で、あとは、ANA のプリペイドカード。まあ、これらがかなり便利でいいですよということもちょくちょくコメントいただいてました。でですね、まあ、ちょっとあの、機会があれば僕も改めて動画にしようかなと思いますので、まあ、それも一つ楽しんまっていただければなと思います。まあ、そんなこんなで今回は僕がおすすめするプリペイドカード3つについて紹介をさせていただきました。まあ、以前はですね、紹介した時に l i n e p y の JCB のカードを紹介させていただいたんですが、まあ、l i n e p y の大きな規約変更によって、もともとある JCB のラインペイカードに関しましてはちょっとあまり今後使うことがかなり減るかなと思いましてまあ紹介はしませんでしたなので今回はこのビザプリペイ D カードプリペイドキャッシュこの3つについて紹介しましたまあ本当にねクレジットカード使いたくないけどチャージ型で良ければ使いたいなという方であればかなり持ちやすくて利便性高いカードかなと思いますのでまあ詳細気になる方はぜひ公式ページなど下のリンク貼ってますので気になる方はチェックしてみてくださいということで 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。まあ、先日ですね、ちょっとツイッターにもあげたんですけども、あの、お弁当屋さんで有名なホット ホッともっと、皆さんご存知ですかねまあ、多分ご存知の方多いと思うんですけど、ほっともっとが、なんと、キャッシュレス決済に対応してたんですよね。まあ、キャッシュレス決済って言っても、オンラインであれば、クレジットカードで決済ができるってことは、僕も視聴者さんから伺ってたんですけども、まさかの電子マネーが対応してたんですよね。しかも、使えるのが交通系 IC であれば、スイカとか、まあ、そういったのが使えたりとか、あとは、シャリーンで有名な AD、あとは、グックペイで有名なクイックペイ、あとはタントンでおなじみの ID 決済ということでしたので、 個人的には本当にこれめちゃくちゃ嬉しいですね。あと、決済する時の端末が結構面白くてですね、この上の部分にかざして決済をするという感じで、あと、この下の部分なんですけども、スマートフォンを横に置いてください。カッコ QR っていう風に出てるんですが、これ何なのかっていうと、まさかのこれ僕も知らなかったんですけども、ホットモッドが会員サービスとしてポイントが貯まるサービスをした、スタートしてたんですよね。これ全然知らなくて、ま、いろいろ条件はあるんですけども、もしですね、本当にホットモッドを利用される方であれば、まあ、コツコツ貯まっていけば、まあ 1>, 1ポイント1円で使えて、なおかつ10円単位で利用が可能となるので、まあぜひですね、気になる方はこちらもチェックしてみるのもいいのかなと思います。ということで、ありがとうございました。